島の散歩。虫間。夜明け前の港はシーンとしていた。この島は人口一人、誰とも会うこともないだろう。港にはボロボロになった小屋、放置された車があった。それにしても今日は雲が多い。そうして港を歩く。角を曲がると船が何艘かいた。よく見ればヨット、ここには似合わないようにも思う。けれど船はもう捨てられているようなものだった。坂を登って集落に行く。集落前の家、ほとんど壊れてて見てて痛々しい。高台があった。下を見ると街灯が倒れていた。先端には祠があった。恵比寿さんだ。そうして集落を進む。朽ちた家々を見ていると痛々しい。この島は傷んだ廃屋が多い。もう何年も前に無人化して家が朽ちているような様相がある。人の声がしないなってつぶやきながら歩く。そうしてこれは島の集会所。かつては島の中心であった。集落から西に降りるともう一つの桟橋があった。
港の湾内で養殖しているようにも見える。港を歩く。きれいな海はないものかと防波堤の奥まで歩いていった。防波堤の奥にはきれいな断層のようなところがあった。そうして草むらの道を進むと神社がある。さすがにここに来る人はいないのだろう。草に覆われていた。島の神社。昔の島の人たちの声が聞こえてくるような気がする。道を進む。島で一番大きな建物は小学校の建物。入り口は草に覆われていた。学校は廃校になった三島分校。野ヤギがいるのだろう。鹿の糞が散らばっていた。静かな教室の中、黒板には最後の思い出がいっぱい詰まっていた。窓の外の景観は雑草に覆われていた。道を進む。
島の南側には大池がある。東端に出た。美しい海が広がる。時々現れる青空、雲の動きが面白いのでタイムラプスを楽しんだ。ススキが揺れる。